ご覧いただけると嬉しいです。そのライブ後に花火大会も行われますので、花火をお待ちの方はもうしばらくお待ちください。もう一度繰り返しご案内させていただきます。予定しておりました私たちのリメリーのライブですが、ちょっと時間は遅くなりましたけども、 今から少しだけさせていただきます。その後ですね、花火大会もございますので、よかったらご覧ください。一緒に歌うベティダイ Thank you、 溢れ
させていただけたらと思うんですけど、本当にですね、金、
土日と3日間ですね、この坊ちゃん夜市を司会進行を務めさせていただいて、3日間本当に皆さんと一緒に楽しむことができて本当に良かったです。本当にね、3日間通ってくださった方もいらっしゃると思うんですけども、はい、この3日間最高の最高の思い出となりました、はい、夏はまだこれからですけども、またこれからもですね、皆さんと一緒に夏の思い出をたくさん作っていけたら嬉しいなと思います。3日間本当にありがとうございました。ありがとうございました。そしてですね、改めて3日間と、そして今日最終日、ご来場いただいた皆様本当にありがとうございました。この後はですね、フィナーレで花火大会が20分から行われますので、はい、皆さんぜひね、花火を楽しんで帰っていただけたらと思います。夏はまだこれからですけど、最高のね、はい、夏の始まりの記憶として、いっぱいね、楽しんでいただけたらと思います。ということで、最後にね、はい、ライブができて本当に良かったです。良かったね。もうできないんじゃないかとすごいヒヤヒヤしてましたけど、はい、無事ライブができて良かったです。盛り上げてくださった皆さん本当に、お、いいですか？アンコールが、あと9分、あと9分あります。最後の曲です。聴いてください。一人で生きられそうって、それってね、褒めているの。一人で生きられそうって、それってね、褒めているの。いじばる心だって誰かどっか知ってよ。皆さん、
して本日そして3日間ご来場いただいた皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。そして今回ねこの坊ちゃん夜市を開いてくださいました松山外商協同組合の皆さんも本当にありがとうございました。ありがとうございました。もう本当にねアンコールまでいただけて、はい、最高の夏になりました。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ではですね、この後20分からいよいよ花火大会スタートになります、はい、皆さんね、見やすいところに移動をお願いいたします。お願いします。あと4分ほどでスタートしますので皆さん急いでね、カウントダウンもカウントダウンします、しますか、はい、カウントダウンもしますので、ステージ裏にね、ぜひ皆さんご移動お願いいたします。ということで、今回のですねレーザー花火をご用意いただきましたのは、奥島観光さんに、ご協力いただきましてレーザー花火を、用意させていただきました、この後ですね20分より、カウントダウンを行いましていよいよ打ち上げとなりますので皆さん最後ねフィナーレぜひご覧いただけたらと思います。ということで改めまして3日間司会進行そしてライブを務めてまいりました。以上リマイアメモリー、あなたの記憶に残りますようにリフェリーでした。ありがとう。